源氏物語紫式部与謝野き子役夕顔浮世夜の悪夢と共に懐かしき夢も後なく消えにけるかなあき子源氏が六条に恋人を持っていた頃御所からそこへ通う途中でだいぶ思い病を気をし 雨五畳あたりのその家へ来た乗ったままで車を入れる大門が閉めてあったので従者に呼び出させた目のとの息子のこれみつの車で源氏は立派でないそのあたりの町を車から眺めていたこれみつの家の隣に新しい干垣を外囲いにして 建物の前の方は、上げ講師を4、5軒ずっと揚げ渡した高窓式になっていて、新しく白いすだれをかけ、そこからは若いきれいな感じのする額を並べて、何人かの女が外をのぞいている家があった。高い窓に顔が当たっているその人たちは、非常に性の高いもののように思われてならない、どんな身分のものの集まっているところだろう。 風変わりな家だと源氏には思われた「今日は車も簡素なのにして目立たせない用意がしてあって先のものにも人払いの声を立てさせなかったから源氏は自分の誰であるかに町の人も気はつくまいという気楽な心持ちでその家を少し深くのぞこうとした」「門のとも瞳風になっていて 挙げられてある下から家の全部が見えるほどの簡単なものである。哀れに思ったが、ただ仮の世のそうであるから、宮もわら屋も同じことという歌が思われて、我々の住まいだって一緒だとも思えた。はしかくしのようなものに青々としたつる草が勢いよくかかっていて、それの白い花だけがそのあたりで見る何よりもうれしそうな顔で笑っていた。 そこに白く咲いているのは何の花かという歌を口ずさんでいると、中条の源氏につけられたこの絵の随身が車の前に膝をかがめていった。あの白い花を夕顔と申します。人間のような名でございまして、こうした卑しい絵の垣根に咲くものでございます。その言葉通りで、 貧しげな小家がちのこの通りのあちらこちら、あるものは倒れそうになった家の軒などにも、この花が咲いていた。気の毒な運命の花だね、一枝折ってこい。と源氏が言うと、瞳風の門のある中へ入って、随心は花を折った。ちょっとしゃれた作りになっている横戸の口に、 黄色の涼しの袴を眺めに履いた。愛らしい道場が出てきて、随心を招いて白い扇を色のつくほど滝ものでくゆらしたのを渡した。これに乗せておあげなさいまし。手で下げては不格好な羽です。もの。随心は夕顔の花をちょうど。この時門を開けさせて出てきた。これみつの手から源氏へ渡してもらった。 鍵の置きどころがわかりませんでして大変失礼をいたしました。いよいも悪いも見分けられない人の住む界わいではございましても、見苦しい通りにお待たせいたしまして。と、これ光は恐縮していた。車を引き入れさせて源氏の乳との家へ降りた。これ光の兄のャリ、利。乳母の婿の,の三河の神。 娘などが皆このごろはここに来ていてこんなふうに源氏自身で見舞いに来てくれたことを非常にありがたがっていた。まも起き上がっていた。もう私は死んでもよいと見られる人間なんでございますが少しこの世に未練を持っておりましたのはこうしてあなた様にお目にかかるということがあの世ではできませんからでございます。 甘になりました、どくで病気が楽になりまして、こうしてあなた様の御前へも出られたのですから、もうこれで阿弥陀様のお迎えも快くお待ちすることができるでしょう。などと言って弱々しく泣いた。長い間回復しないあなたの病気を心配しているうちに、こんなふうにまになってしまわれたから残念です。長いきをして、私の出世するときを見てください。 その後で死ねば、九本連大の最上位にだって生まれることができるでしょう。この世に少しでも飽き足りない心を残すのはよくないということだから、源氏は涙ぐんで言っていた。欠点のある人でも、目のとというような関係でその人を愛している者には、それが非常に立派な、完全なものに見えるのであるから。 まして、養い気味がこの世の誰よりも優れた源氏の君であっては、自身までも普通のものでないような誇りを覚えている彼女であったから、源氏からこんな言葉を聞いては、ただ嬉しな気をするばかりであった。息子や娘は、母の態度を飽き足りない歯がよいもののように思って、尼になっていながら、この世への未練をお見せするようなものである。 続縁のあった方に惜しんで泣いていただくのはともかくもだがというような意味を肘をついたり目くばせをしたりして兄弟同士で示し合っていた源氏は目のとをあわれんでいた母や祖母を早く亡くした私のために世話する役人などは多数にあっても私の最も親しく思われた人はあなただったのだ 大人になってからは少年時代のようにいつも一緒にいることができず思い立つ時にすぐに訪ねてくるようなこともできないのですが今でもまだあなたと長く会わないでいると心細い気がするほどなんだから生死の別れというものがなければよいと昔の人が言ったようなことを私も思うしみじみと話して袖で涙を拭いている美しい源氏を見ては この方の目のとであり、えたわが母も良い。全焼の縁を持った人に違いないという気がして、さっきから非難がましくしていた。兄弟たちもしんみりとした同情を母へ持つようになった。源氏が引き受けて、もっと祈祷を頼むことなどを命じてから帰ろうとするときに、これ密にろう。そくを灯させて、さっき夕顔の鼻の乗せられてきた扇を見た。 よく使い込んであって良い焚き物の香のする扇にきれいな字で歌が書かれてある心あてにそれかとぞ見る白露の光添えたる夕顔の花チラシ書きの字が上品に見えた少し意外だった源氏は風流遊戯を仕掛けた女性に好感を覚えたこれ密に この隣の家には誰が住んでいるのか聞いたことがあるかというとコレミツは主人の例の公職癖が出てきたと思った「この56日母の家におりますが病人の世話をしておりますので隣のことはまだ聞いておりません」コレミツが冷淡に答えると源氏は「こんなことを聞いたので面白く思わないんだね」 でもこの扇が私の興味を引くののをくだ。この辺りのことに詳しい人を呼んで聞いてもらん。」と言った入っていって隣の番人と会ってきたこれみつは「地方庁の佐の名だけをいただいている人の家でございました主人は田舎へ行っているそうで若い風流好きな崔君がいて女房勤めをしているその姉妹たちがよく出入りすると申します 詳しいことは下人でよくわからないのでございましょう」と報告したではその女房をしているという女たちなのであろうと源氏は解釈していい気になってもの慣れた戯れを仕掛けたものだと思い下の品であろうが自分を光る源氏と見て読んだ歌をよこされたのに対して何か言わねばならぬという気がした というのは女性にはほだされやすい性格だからである懐紙みに別人のような字体で書いた「よりてこそそれかともみめたそがれにほのぼのみつる花の夕顔花を下りに行った随心に持たせてやった夕顔の花の家の人は源氏を知らなかったが 隣の家の主人筋らしい鬼神はそれらしく思われて送った歌に返事のないのに決まり悪さを感じていたところへわざわざ使いに変化を持たせてよこされたのでまたこれに対して何か言わねばならぬなどと皆で言い合ったであろうが身分をわきまえない仕方だと反感を持っていた随心は渡すものを渡しただけですぐに帰ってきた。 牧野ののが馬上で掲げていく松明の明かりがほのかにしか光らないで源氏の車は行った高窓はもう戸が下ろしてあったその隙間から蛍以上にかすかな日の光が見えた源氏の恋人の六条騎女の屋敷は大きかった広い美しい庭があって家の中は気高く上手にすみならしてあった まだ全く源氏のものとも思わせない打ち解けぬ記状を扱うのに心を奪われてもう源氏は夕顔の花を思い出す余裕を持っていなかったのである早朝の帰りが少し遅れて日の差し染めた頃に出かける源氏の姿には世間から大騒ぎされるだけの美は十分に備わっていた今朝も五条の瞳風の門の前を通った 以前からの通り道ではあるがあのちょっとしたことに興味を持ってからは行き来のたびにその家が源氏の目についた幾日かして惚光が出てきた病人がまだひどく衰弱しているものでございますからどうしてもその方の手が離せませんで失礼いたしましたこんな挨拶をしたあとで少し源氏の君の近くへ膝を進めて惚光阿尊は言った お話がございました後で隣のことによく通じておりますものを呼び寄せまして聞かせたのでございますがよくは話さないのでございますこの五月頃からそっと来て同居している人があるようですがどなたなのか家の者のにも分からせないようにしていますと申すのです時々私の家との間の垣根から私は覗いてみるのですが 「いかにもあの家には若い女の人たちがいるらしい影がすだれから見えます」主人がいなければつけないもう言い訳ほどにでも女たちがつけておりますから主人である女が一人いるに違いございません。昨日夕日がすっかり家の中へ差し込んでいました時に座って手紙を書いている女の顔が非常にきれいでした「物思いがあるふうでございましたよ」。 にの源氏はほほ笑んでいたがもっと詳しく知りたいと思う風である。自重をなさらなければならない身分は身分でもこの若さとこの美の備わった方が恋愛に興味をお持ちにならないでは第三者が見ていても物足らないことである。 恋愛をする資格がないように思われている我々でさえもずいぶん女のことでは好奇心が動くのであるからとこれみつは主人を眺めていたそんなことから隣の家のうちの秘密がわからないものでもないと思いましてちょっとした機会を捉えて隣の女へ手紙をやってみましたするとすぐに書き慣れた達者な字で返事が回りました 相当に良い若い女房もいるらしいのです。お前はなおどしどし恋の手紙を送ってやるのだね。それが良い。その人の正体が知れないではなんだか安心ができない。と源氏が言った。 家はげのげに属するものと品定めの人たちに言われるはずのところでもそんなところから意外な趣のある女を見つけ出すことがあればうれしいに違いないと源氏は思うのである源氏はうつせみの極端な冷淡さをこの世の女の心とは思われないと考えると あの女が言うままになる女であったなら気の毒な過失をさせたということだけでもう過去へ葬ってしまったかもしれないが強い態度を取り続けられるために負けたくないと反抗心が起こるのであるとこんなふうに思われてその人を忘れている時は少ないのであるこれまではうつせみ階級の女が源氏の心を引くようなこともなかったが あの雨夜の品定めを聞いて以来好奇心はあらゆるものに動いていった。何の疑いも持たずに一夜の男を持っているもう一人の女を憐れまないのではないが冷静にしているうつせみにそれが知れるのを恥ずかしく思っていよいよ望みのないことの分かる日まではと思ってそれきりにしてあるのであったがそこへ伊予之助が上京してきた。 そしして真っ先に源氏のところへ至した。長い旅をしてきたせいで色が黒くなりやつれた伊予の長刊は見えも何もなかったしかし家柄もいいものであったし顔立ちなどにおいてもなお整ったところがあってどこか上品なところのある地方観とは見えた認知の話などをしだすので湯の氷の温泉話も聞きたい気はあったが 何故となしにこの人を見ると決まりが悪くなって、源氏の心に浮かんでくることは、数々の罪の思い出であった。真面目な木一本の男と向かっていて、いやましい暗い心を抱くとはけしからぬことである。人妻に恋をして、三角関係をつくる男の愚かさを、様の神の言ったのは真理であると思うと、源氏は自分に対して、うつせみの冷淡なのは恨めしいが、 この夫のためには尊敬すべき態度であると思うようになった伊予之助が娘を結婚させて今度は崔君を同伴していくという噂は2つとも源氏が無関心で聞いていられないことだった恋人が縁国へ連れられていくと聞いては再会を気長に待っていられなくなってもう一度だけ会うことはできぬかと小君を味方にしてうつせみに接近する策を講じたが そんな機会を作るということは、相手の女も同じ目的を持っている場合だっても困難なのであるのに、うつせみの方では源氏と恋をすることの不似合いを思いすぎるほどに思っていたのであるから、この上罪を重ねようとはしないのであって、到底源氏の思うようにはならないのである。うつせみはそれでも、 自分が全然源氏から忘れられるのも非常に悲しいことだと思って折々の手紙の返事などに優しい心を見せていた何でもなく書く簡単な文字の中に可憐な心が混じっていたり芸術的な文章を書いたりして源氏の心を引くものがあったから冷淡な恨めしい人であってしかも忘れられない女になっていた もう一人の女は他人と結婚をしても思い通りに動かしうる女だと思っていたからいろいろな噂を聞いても源氏は何とも思わなかったこの頃の源氏はある発展を遂げた初恋のその続きの苦悶の中にいて自然左大神慶通うことも途絶えがちになって恨めしがられていた。 六条の貴女との関係もその恋を得る以前ほどの熱をまた持つことのできない悩みがあった。自分の態度によって女の名誉が傷つくことになってはならないと思うが夢中になるほどその人の恋しかった心と今の心とは多少隔たりのあるものだった。六条の貴女はあまりに物を思い込む性質だった。 源氏よりは8つ上の25であったから不似合いな相手と恋に落ちてすぐにまた愛されぬ物思いに沈む運命なのだろうかと待ち明かしてしまう夜などには反問することが多かった霧の濃く降りた朝帰りをそそのかされて眠そうなふうで短足をしながら源氏が出てゆくのを 貴女の女房の中将が孔子を一軒だけ上げて女主に見送らせるために記帳を横へ引いてしまったそれで記女は頭を上げて外を眺めていたいろいろに咲いた植え込みの花に心が惹かれるようで立ち止まりがちに源氏は歩いてゆく非常に美しい車の方へ行くのに中将が友をしていった この時節にふさわしい薄紫の薄物の藻をきれいに結びつけた中条の腰付きが縁であった源氏は振り返って曲がり角の甲欄のところへしばらく中条を引き据えたなお主従の霊を崩さない態度も額紙のかかり際の鮮やかさも優れて優美な中条だった咲く花に「映る長名は勤めども」 オラで杉浮き今朝の朝顔どうすればいい?」こう言って源氏は女の手を取った物慣れた風ですぐに「朝霧の晴れ間も待てぬ景色にて花に心を留めぬとぞ見る」という源氏の焦点を外して主人の次女としての挨拶をしたのである 美しいわらわざむらいの格好のよい姿をした子が差し抜きの袴を露でぬらしながら草花の中へ入っていって朝顔の花を持ってきたりもするのであるこの秋の庭は絵にしたいほどの趣があった源氏を遠くから知っているほどの人でもその美を敬愛しないものはいない 上司を下しない山の男でも、休み場所には桜の陰を選ぶようなわけで、その身分身分によって愛している娘を源氏の女房にさせたいと思ったり、相当な女であると思う妹を持った兄が、ぜひ源氏の出入りする家の召使いにさせたいとか皆思った。まして何かの場合には、優しい言葉を源氏からかけられる女房。 この中条のような女はおろそかにこの幸福を持っていない、常人になろうなどとは思いもよらぬことで、女主人のところへ毎日おいでになればどんなにうれしいであろうと思っているのであった。それから、あの惚光の受け持ちの五条の女の家を探る件、それについて惚光はいろいろな材料を得てきた。 ままだ誰でであるかかは私にわらないい人でございます。隠れていることの知れないようにと随分苦心する様子です。暇なものですから、南の方の高い窓のある建物の方へ行って、車の音がすると若い女房などは外を覗くようですが、その主人らしい人も時にはそちらへ行っていることがございます。その人はよくは見ませんが、随分美人らしゅうございます。 この間、先払いの声を立てさせて通る車がございましたが、それを覗いて、目のあらわが後ろの建物の方へ来て、右近さん、早く覗いてごらんなさい。中条さんが通りをいらっしゃいます。と言いますと、相当な女房が出てきまして、まあ、静かになさいよと手で押さえるようにしながら、まあ、どうしてそれが分かったの私が覗いてみましょう。と言って、前の家の方へ行くのですね。 細い渡り板が通路なんですから急いで行く人は着物の裾を引っ掛けて倒れたりして端から落ちそうになってまあ嫌だなどと大騒ぎでもう覗きに出る気もなくなりそうなんですね車の人は脳死姿で随心たちもおりました「誰誰も誰誰も」と数えている名は当の中将の随心や少年侍の名でございましたなどと言った たかにその車の主が知りたいものだ。もしかすればそれは当の中将が忘れられないように話した常夏の歌の女ではないかと思った源氏のもう少しよく探りたいらしい顔色を見たこれみつは「我々仲間の恋と見せかけておきまして実はその上にご主人のいらっしゃることもこちらは承知しているのですが」。 女房相手の安価な恋のやっこになりすましております。向こうでは上手に隠せていると思いまして私が訪ねて行っている時などに女のあらわなどがうっかり言葉を滑らしたりいたしますといろいろに言い間ぎらしまして自分たちだけだというふうを作ろうといたします。と言って笑ったお前のところへ尼さんを見舞いに行った時に隣をのぞかせてくれ。 と源氏は言っていたたとえ仮住まいであってもあの五条の家にいる人なのだから下の品の女であろうがそうした中に面白い女が発見できればと思うのである源氏の機嫌を取ろうと一所懸命のこれ光であったし彼自身も公職者で他の恋愛にさえも興味を持つ方であったからいろいろと苦心をした末に 源氏を隣の女ののところへよわせるようにした女の誰であるかをぜひ知ろうともしないとともに源氏は自身の名も表さずに思い切り質素な封をして多くは車にも乗らずに通った深く愛しておらねばできぬことだとコレミツは解釈して自身の乗る馬に源氏を乗せて自身は徒歩で友をした 私から申し込みを受けたあそこの女はこの体を見たら驚くでしょう」。などとこぼして見せたりしたがこのほかには最初夕顔の花を織りに行った随身とそれから源氏の召使いであるともあまり顔を知られていない小侍だけを共にして行ったそれから知れることになってはとの気遣いから隣の家へ寄るようなこともしない女の方でも不思議でならない気がした。 手紙の使いが来るとそっと人をつけてやったり男の夜明けの帰りに道をうかがわせたりしても先方は心得ていてそれをはぐらかしてしまったしかも源氏の心は十分に惹かれて一時的な関係にとどめられる気はしなかったこれを不名誉だと思う自尊心に悩みながらしばしば五条通いをした恋愛問題では 真面目な人も過失をしがちなものであるが、この人だけはこれまで女のことで世間の非難を招くようなことをしなかったのに、夕顔の花に傾倒してしまった心だけは別だった。別れゆく間も昼の間もその人を傍らに見難い苦痛を強く感じた。源氏は自身で気がいじみたことだ。 それほどの価値がどこにある恋人かなどと反省もしてみるのである。驚くほど柔らかで応用な性質で深みのあるような人でもない。若々しい一方の女であるが処女であったわけでもない。貴婦人ではないようである。どこがそんなに自分を引きつけるのであろうと不思議でならなかった。 わざわざ平成の源氏に用のない仮ぬなどを着て変装した源氏は顔なども全然見せないずっと老けてから人の寝静まった後で行ったり夜のうちに帰ったりするのであるから女の方では昔の庭の神の話のような気がして気味悪く思われないではなかったしかしどんな人であるかは 手のの触覚からでもかるものであるからら、ででももわるるあ若い風流男以外なものに源氏を観察していないやはり公職な隣の語彙が導いてきた人に違いないとこれ光を疑っているがその人は全く気がつかぬ風で相変わらず女房のところへ手紙を送ってきたり尋ねてきたりするのでどうしたことかと女の方でも普通の恋の物思いとは違った反問をしていた。 源氏もこんなに真実を隠し続ければ自分も女の誰であるかを知りようがない今の家が仮の住まいであることは間違いのないことらしいからどこかへ移って行ってしまった時に自分は呆然とするばかりであろう行方を失っても諦めがすぐつくものならよいがそれは断然不可能である世間をはばかって間を空ける夜などは 耐えられない苦痛を覚えるのだと源氏は思って、世間へは誰とも知らせないで二条の院へ迎えよう。それを悪く言われても、自分はそうなる前生の因縁だと思うほかはない。自分ながらもこれほど女に心を惹かれた経験が過去にないことを思うと、どうしても約束事と,と解釈するのが死闘である。こんなふうに源氏は思って、 あなたもその気におなりなさい私は気楽な家へあなたを連れて行って夫婦生活がしたいこんなことを女に言い出したでもまだあなたは私を普通には取り扱っていらっしゃらない方なんですから不安で若々しく夕顔が言う源氏は微笑されたそうどちらかが狐なんだろうね でもだまされていらっしゃればいいじゃない。懐かしいふうに源氏が言うと女はその気になっていく。どんな欠点があるにしてもこれほど純な女を愛せずにはいられないではないかと思った時源氏は初めからその疑いを持っていたが当の中将の常夏の女はいよいよこの人らしいという考えが浮かんだ。 しかし隠しているのはわけのあることであろうからと思って強いて聞く気にはなれなかった。感情を害した時などに突然背いていってしまうような性格はなさそうである。自分が途絶えがちになったりした時にはあるいはそんな態度に出るかもしれぬが自分ながら少し今の情熱が緩和された時にかえって女の良さがわかるのではないかと。 それを望んでもでもきないののだから戸田への怒ってくるわけはないしたがって女の気持ちを不安に思う必要はないのだと知っていた8月の十五夜であった明るい月光が板屋根の隙間だらけの家の中へ差し込んで狭い家の中のものが源氏の目に珍しく見えた。 もう夜明けに近い時刻なのであろう近所の家々で貧しい男たちが目を覚まして高声で話すのが聞こえた「はああ寒い今年こそもう商売のうまくいく自信が持てなくなった地方周りもできそうでないんだから心細いものだ北隣さん間を、まあ、聞きなさい」などと言っているのである 哀れなその日その日の仕事のために起き出してそろそろ労働を始める音なども近いところでするのを女は恥ずかしがっていた気取った女であれば死ぬほど決まりの悪さを感じる場所に違いないでも夕顔は応用にしていた人の恨めしさも自分の悲しさも対面の保たれぬ決まり悪さもできるだけ思ったとは見せまいとする風で 自分自身は貴族の子らしく、娘らしくて、ひどい近所の会話の内容もわからぬようであるのが、はじいられたりするよりも感じがよかった。ごほごほと、雷以上の怖い音をさせるカラウスなども、すぐ寝床のそばで鳴るように聞こえた。源氏もやかましいとこれは思った。けれども、この貴公子も、何から起こる音とは知らないのである。 大きなたまらぬ音響のする何かだと思っていたそのほかにもまだ多くの騒がしい雑音が聞こえた白い麻布を打つ絹田のかすかな音もあちこちにした空をゆく狩りの声もした秋の日合いがしみじみと感じられる庭に近い部屋であったから 横の引き戸を開けて2人で外を眺めるのであった小さい庭にしゃれた姿の竹が立っていて草の上の露はこんなところのも2畳の院の洗剤のに変わらずキラキラと光っている虫もたくさん鳴いていた壁の中で鳴くといわれて人間の居場所に最も近く泣くものになっているコオロギでさえも 源氏は遠くの声だけしか聞いていなかったが、ここではどの虫も耳のそばへ止まって鳴くような風変わりな城主だと源氏が思うのも、夕顔を深く愛する心が何事も悪くは思わせないのであろう。白い合わせに柔らかい薄紫を重ねた華やかな姿ではない、ほっそりとした人で、 どこか際立って非常によいというところはないが繊細な感じのする美人でものを言う様子に弱々しいかれんさが十分にあった「再起らしいものを少しこの人に添えたら」と源氏は批評的に見ながらももっと深くこの人を知りたい気がして「さあ出かけましょう」「この近くのある家へ行って気楽に明日まで話しましょう」 こんなふうでいつも暗い間に別れていかなければならないのは苦しいから。と言うと「どうしてそんな急なことをおい出しになりますの?」。応用に夕顔は言っていた。変わらぬ恋を死後の世界にまで続けようと源氏の誓うのを見ると何の疑念も挟まずに信じて喜ぶ様子などのうぶさは 一度結婚した経験のある女とは思えないほどかれんであった源氏はもう誰の思惑もはばかる気がなくなって右近に随心を呼ばせて車を庭へ入れることを命じた夕顔の女房たちもこの通う男が女主人を深く愛していることを知っていたから誰とも分からずにいながら相当に信頼していた ずっと明け方近くなってきたこの家に鳥の声は聞こえないで原セリ役の御岳教の信心なのか老人らしい声で立ったり座ったりしてとても忙しく苦しそうにして祈る声が聞かれた源氏は身にしむように思って朝露と同じように短い命を持つ人間が この世に何の欲を持って祈祷などをするのだろうと聞いているうちに「南む到来の同志」と阿弥陀如来を呼びかけた「空聞いてごらん原生利益だけが目的じゃなかった」と褒めて「乳母族が行う道を知るべにて今夜も深きちぎりたがうな」とも言った。 幻想と楊貴妃の七月七日の調整殿の誓いは実現されない空想であったが、五十六億七千万年後の弥勒菩薩出現の世までも変わらぬ誓いを源氏はしたのである。先の世のちぎり知られる実のうさに、行く末かけて頼みがたさよ。と女は言った。歌を読む際なども豊富であろうとは思われない。 月夜に出れば月に誘惑されて行って帰らないことがあるということを思って出かけるのを躊躇する夕顔に源氏はいろいろに行って同行を進めているうちに月も入ってしまって東の空のらむ秋の篠の目が始まってきた人目を引かぬ間にと思って源氏は出かけるのを急いだ。 女の体を源氏が軽々と抱いて車に乗せ右近が同乗したのであった五条に近い提出の行員である某院へ着いた呼び出した院の預かり役の出てくるまで止めてある車から忍草の生い茂った門のひさしが見上げられたたくさんにある大木が暗さを作っているのである霧も深く降っていて 空気の湿っぽいのに車のすだれを上げさせてあったから源氏の袖もそのうちべったりとぬれてしまった私には初めての経験だが妙に不安なものだいにしえもかくやは人のまどいけん、我がまだ知らぬ東雲の,の道前にこんなことがありましたか?」と聞かれて女は恥ずかしそうだった 山の葉の心も知らず行く月は上の空にて影や消え難心細うございます私はすごさに女がおびえてもいるように見えるのを源氏はあの小さい家に大勢住んでいた人なのだから道理であると思っておかしかった門内へ車を入れさせて西の隊に支度をさせている間 紅蘭に車の絵を引っ掛けて源氏らは庭にいたウコンは変な上司を味わいながら女主人の過去の恋愛時代のある場面なども思い出されるのであった預かり役が自ら出てする客人の扱いが丁寧極まるものであることからウコンにはこの風流男の何者であるかが分かった物の形がほのぼの見える頃に家へ入った。 にわかな支度ではあったが、体裁よく座敷がこしらえてあった。誰というほどの人がお供しておらないなどとは、どうもいやはや。などと言って預かり役は四十出入りする源氏の下慶医師でもあったから、座敷の近くへ来てこんに。ご慶医師をどなたかお呼び寄せしたものでございましょうか。と取り継がせた。 わわざわざ誰にもわからない場所にここを選んだのだからお前以外のものには全て秘密にしておいてくれ」と源氏は口止めをした早速に整えられた粥などが出た給仕も食器も間に合わせをしのぶよりほかはないこんな経験を持たぬ源氏は一切を切り離して気にかけぬこととして恋人とはばからず語り合う揺らくに酔おうとした 源氏は昼頃に起きて孔子を自身で挙げた「非常に荒れていて人影などは見えずにはるばると遠くまでが見渡される」「向こうの方の木立は気味悪く古い大木に実な,なっていた」「近い植え込みの草や干木などには美しい姿もない」「秋の荒野の景色になっている」「池も水草でうずめられたすごいものである」 別れた胸の方に部屋などを持って預かり役は住むらしいがそことこことはよほど離れている「気味悪い家になっている」「でも鬼なんかだって私だけはどうともしなかろう」と源氏は言った「まだこの時までは顔を隠していたがこの態度を女が恨めしがっているのを知って何たる覚悟だ不都合なのは自分である」 こんなに愛していながらと気がついた。夕梅雨にひもとく花はたまぼこの頼りに見えし絵にこそありけれあなたの心あてにそれかと思うと言った時の人の顔を近くに見て幻滅が起こりませんかという源氏の君を知り目に女は見上げて「光あり」。 とみし夕顔の上露は黄昏時の空目なり蹴り」と言った冗談までも勇う気になったのが源氏にはうれしかった打ち解けた瞬間から源氏の美は辺りに放散した古臭く荒れた家との対象はまして魅惑的だったいつまでも真実のことを打ち明けてくれないのが恨めしくって 私も誰であるかを隠し通したのだが、負けた。もういいでしょう。名を言ってください。人間離れがあまりしすぎます。と源氏が言っても、家も何もない女ですもの。と言って、そこまではまだ打ち解けぬ様子も美しく感じられた。仕方がない。私が悪いのだから。と恨んでみたり、 永久の恋の誓いをし合ったりして時を送った。これみつが源氏の居所を突き止めてきて用意してきた。菓子などを座敷へ持たせてよこした。これまでしらばくれていた態度を右近に恨まれるのが辛くて、近いところへは顔を見せない。 光は源氏が人騒がせに居所を不明にして一日を犠牲にするまで熱心になりうる相手の女はそれに値するものであるらしいと想像をして当然事故のものになしうるはずの人を主君に譲った自分は巧妙なものだと嫉妬に似た心で自重もし戦望もしていた静かな静かな夕方の空を眺めていて 奥の方は暗くて気味が悪いという顔が思う風なので、縁のすだれを上げて夕映えの雲を一緒に見て、女も源氏とただ二人で暮らし得た一日に、まだ全く落ち着かぬ恋の境地とはいえ、過去に知らない満足が得られたらしく、少しずつ打ち解けた様子が可憐であった。じっと源氏のそばへ寄って、この場所が怖くてならぬ風であるのが、 いかにも若々しい、孔子を早く下ろして火をつけさせてからも私の方にはもう何も秘密が残っていないのにあなたはまだそうでないのだからいけないなどと源氏は恨みを言っていた陛下はきっと今日も自分をお召しになったに違いないが探す人たちはどう見当をつけてどこへ行っているだろうなどと想像をしながらも これほどまでにこの女を敵対している自分を源氏は不思議に思った。六条の妃女もどんなに反問をしていることだろう。恨まれるのは苦しいが恨むのは道理であると恋人のことはこんなときにもまず気にかかった。無邪気に男を信じて一緒にいる女に愛を感じるとともに。 あまりにまで高い自尊心に自ら煩わされている六条の騎女が思われて少しその点を取り捨てたならと眼前の人に比べて源氏は思うのであった十時過ぎに少し寝入った源氏は枕のところに美しい女が座っているのを見た「私がどんなにあなたを愛しているか知れないのに私は愛さないで」 こんな平凡な人を連れていらしって愛武なさるのはあまりにひどい恨めしい方。と言って横にいる女に手をかけて起こそうとするこんな光景を見た苦しい襲われた気持ちになってすぐ起きるとその時に火が消えた不気味なので太刀を引き抜いて枕元に置いてそれから右近を起こした右近も恐ろしくでならぬというふうで近くへ出てきた 綿殿にいる隣の,の人を起こしてろうそくをつけてくるように言うがいいどうしてそんなところへまで参れるものでございますか苦労て子どもらしいじゃないか笑って源氏が手をたたくとそれが反響になった限りない気味悪さであるしかもその音を聞きつけてくるものは誰もいない 夕顔は非常に怖がって震えていてどうすればいいだろうと思うふうである。汗をずっぷりとかいて意識のありなしも疑わしい。非常に物恐れをなさいますご性質ですからどんなお気持ちがなさるのでございましょうか。と右近も言った。 弱々しい人で、きょうの昼間も部屋の中を見回すことができずに、空をばかり眺めていたのであるからと思うと、源氏はかわいそうでならなかった。私が行って人を起こそう。手をたたくとやまびこがしてうるさくてならない。しばらくの間、ここへ寄っていてくれ。と言って、うこんを寝床の方へ引き寄せておいて、両側のつまどの口へ出て、戸を押し開けたのと同時に、 綿殿についていてたたも消えた風が少し吹いているこんな夜に自社は少なくてしかもありたけの人は寝てしまっていた院の預かり役の息子で平勢源氏が手元で使っていた若い男それから児童が一人例の随身それだけが整いをしていたのである源氏が呼ぶと返事をして起きてきた「ろうそくをつけてまいれ」。 随心に弓の鶴打ちをして絶えず声を出して魔性に備えるように命じてくれこんな寂しいところで安心をして寝ていていいわけはない先刻これ光が来たと言っていたがどうしたか参っておりましたがご用事もないから夜明けにお迎えに参ると申して帰りましてございますこう源氏と問答をしたのは御所の滝口に勤めている男であったから専門家的に譲るを鳴らして 非危なし非危なしと言いながら父である預かり役の住まいの方へ行った源氏はこの時刻の御所を思った天上の殿役人が生命を創上する七代目はもう終わっているだろう滝口の武士の巴の創上がある頃であるとこんなことを思ったところを見るとまだそう信仰でなかったに違いない 寝室へ帰って、暗がりの中を手で探ると、夕顔は元のままの姿で寝ていて、右近がそのそばでうつ伏せになっていた。どうしたのだ、ちがいじみた怖がりようだ。こんな荒れた家などというものは、狐などが人を脅して怖がらせるのだよ。私がおれば、そんなものに脅かされはしないよ。と言って、源氏は右近を引き起こした。 とても気持ちが悪うございますので下を向いておりました。奥様はどんなお気持ちでいらっしゃいますことでしょうそうだ、なぜこんなにばかりしてと言って手で探ると夕顔は息もしていない。動かしてみてもなよなよとして気を失っているふうであったから。 若々しい弱い人であったから何かのもののけにこうされているのであろうと思うと源氏は探足されるばかりであったろうそくの明かりが来た「右近には立っていくだけの力がありそうもないので寝屋に近い基調を引き寄せてからもっとこちらへ持ってこい」と源氏は言った 主君の寝室の中へ入るという全くそんな不謹慎な行動をしたことがない竹口は座敷の上段になったところへもよう来ない。もっと近くへ持ってこないかどんなことも場所によることだ。火を近くへとってみるとこの寝屋の枕の近くに源氏が夢で見た通りの要望をした女が見えてそしてすっと消えてしまった。 昔の小説などにはこんなことも書いてあるが、実際にあるとはと思うと源氏は恐ろしくてならないが、恋人はどうなったかという不安が先に立って、自身がどうされるだろうかという恐れはそれほどなくて、横へ寝て、ちょいと、と言って不気味な眠りから覚まさせようとするが、夕顔の体は冷え果てていて、息は全く耐えているのである。頼りにできる相談相手もない。 坊様などはこんな時の力になるものであるがそんな人も無論ここにはいない右近に対して強がって何かといった源氏であったが若いこの人は恋人の死んだのを見ると分別も何もなくなってじっと抱いて「あなた生きてください悲しい目を私に見せないで」と言っていたが恋人の体はますます冷たくて すでに人ではなく意外であるという感じが強くなっていく右近はもう恐怖心も消えて夕顔の死を知って非常に泣く死神殿に出てきた鬼は低信仰を威嚇したがその人の意に押されて逃げた例などを思い出して源氏は強いて強くなろうとしたそれでもこのまま死んでしまうことはないだろう夜というものは声を大きく響かせるから そんなに泣かないで」と源氏は右近に注意しながらも恋人との寛解がたちまちにこうなったことを思うと呆然となるばかりであった。滝口を呼んで「ここに急に何かに襲われた人があって苦しんでいるからすぐにこれ光阿尊の泊まっている家に行って早く来るように家と誰かに命じてくれ。 兄のアジャリがそこに来ているのだったらそれも一緒に来るようにとコレミツに言わせるのだ母親の甘さんなどが聞いて気にかけるから大層には言わせないようにあれは私の忍び歩きなどをやかましく言って止める人だこんなふうに順序を立てて物を言いながらも胸は詰まるようで恋人を死なせることの悲しさがたまらないものに思われるのと一緒に ああたたりののさがひしひししとかんぜられるのであった「もう夜中すぎになっているらしい。風がさっきより強くなってきてそれになる松の枝の音はそれらの大木に深く囲まれた寂しく古い韻であることを思わせ一風変わった鳥が枯れ声で泣き出すのをフクロウとはこれであろうかと思われた。 考えてみるとどこへも遠く離れて人声もしないこんな寂しいところへなぜ自分は泊まりに来たのであろうと源氏は後悔の念もしきりに起こるコンは夢中になって夕顔のそばへ寄りこのまま震え死にをするのでないかと思われたそれがまた心配で源氏は一所懸命にコンを捕まえていた一人は死に 一人はこうした正体もないふうで、自身一人だけが普通の人間なのであると思うと、源氏はたまらない気がした。火はほのかに瞬たたいて、中央の部屋とのしきりのところに立てた屏風の上とか、部屋の中の隅々とか、暗いところの見えるここへ、後ろからひしひしと足音をさせて、何かが寄ってくる気がしてならない。 これみつが早く来てくれればよいとばかり源氏は思った彼は泊まり歩く家を幾軒も持った男であったから使いはあちらこちらと尋ね回っているうちに夜がぼつぼつ開けてきたこの間の長さは千夜にも当たるように源氏には思われたのであるやっとはるかなところでなく鳥の声がしてきたのを聞いてほっとした源氏は こんなな危険な目にどうして自分は会うのだろう自分の心ではあるが恋愛についてはもったいない思うべからず人を持った報いにこんな後にも先にもない霊となるような惨めな目に遭うのであろう隠してもあった事実はすぐに噂になるであろう陛下のおぼしめしをはじめとして人が何と批評することだろう 世間の嘲笑が自分の上に集まることであろうとうとうついにこんなことで自分は名誉を傷つけるのだなと源氏は思っていたやっとこれみつが出てきた夜中でも暁でも源氏の意のままに従って歩いた男が今夜に限ってそばにおらず呼びにやってもすぐの間に合わず時間の遅れたことを源氏は憎みながらも寝室へ呼んだ 孤独の悲しみを救う手はコレミツにだけあることを源氏は知っているコレミツをそばへ呼んだが自分が今言わねばならぬことがあまりにも悲しいものであることを思うと急には言葉が出ないウコンは林家のコレミツが来た気配に亡き夫人と源氏との交渉の最初の時から今日までが連続的に思い出されて泣いていた 源氏も今までは自身一人が強い人になってコンを抱きかかえていたのであったがこれ光の来たのにほっとすると同時に初めて心の底から大きい悲しみが湧き上がってきた非常に泣いた後に源氏は躊躇しながら言い出した「奇怪なことが起こったのだ驚くという言葉では表せないような驚きをさせられた」 人の体にこんな急変があったりするときには、そうかえ物を送って度胸をしてもらうものだそうだから、それをさせよう、がんを立てさせようと思って、アジャリも来てくれと言ってやったのだが、どうした昨日、う、山へ帰りましたのでございます。まあ、なんということでございましょう。きかなことでございます。前から少しはお体が悪かったのでございますかそんなこともなかった。 と言って泣く源氏の様子に、これみつも感動させられて、この人までが声を立てて泣き出した。こんな場合には、年を取っていて、世の中のいろいろな経験を持っている人が頼もしいのである。源氏も右近もこれみつも、皆若かった。どう処置をしていいのか手が出ないのであったが、やっとこれみつが。 この院の留守役などに真相を知らせることはよくございません。当人だけは信用ができましても、秘密の漏れやすい家族を持っていましょうから。ともかくも、ここを出ていらっしゃいませ。でも、ここ以上に人の少ない場所は他にないじゃないか。それはそうでございます。あの五条の家は女房などが悲しがって大騒ぎをするでしょう。 多い小家の近所隣へそんな声が聞こえますとたちまち世間へ知れてしまいます。山寺と申す者はこうした死人などを取り扱い慣れておりましょうから人目を紛らすのには都合が良いように思われます。考える風だったこれみつは「昔知っております女房が天になって住んでいる家が東山にございますからそこへお移しいたしましょう。 私の父の目の通をしておりまして今は年寄りになっているものの家でございます東山ですから人がたくさん行くところのようではございますがそこだけは感性ですと言って夜と朝の入り替わる時刻の明暗の紛れに車を縁側へ寄せさせた源氏自身が意外を車へ乗せることは無理らしかったからござに巻いてこれつが車へ乗せた 小柄な人の亡きがらからは悪感は受けないで極めて美しいものに思われた残酷に思われるような扱い方を遠慮して確かにもまかなんだからござの横から髪が少しこぼれていたそれを見た源氏は目がくらむような悲しみを覚えて煙になる最後までも自分がついていたいという気になったのであるが あななたさまは早速二条の院へお帰りなさいませ。世間の者のが起き出しませんうちに」とこれみつは言って意外には右近を添えて乗せた自身の馬を源氏に提供して自身は徒歩で袴のくくりを上げたりして出かけたのであった随分迷惑な役のようにも思われたが悲しんでいる源氏を見ては 自分のことなどはどうでもよいという気にこれみつはなったのである源氏は無我夢中で二条の院へ着いた女房たちが「どちらからのお帰りなんでしょうご気分がお悪いようですよ」などと言っているのを知っていたがそのまま寝室へ入ってそして胸を押さえて考えてみると自身が今経験していることは非常な悲しいことであるということが分かった なぜ自分はあの車に乗っていかなかったのだろう、もし蘇生することがあったら、あの人はどう思うだろう、見捨てていってしまったと恨めしく思わないだろうか。こんなことを思うと胸がせき上がってくるようで、頭も痛く、体には発熱も感じられて苦しい。こうして自分も死んでしまうのであろうと思われるのである。 8時ごろになっても源氏が起きぬので女房たちは心配をしだして朝の食事を寝室の主人へ勧めてみたが無駄だった源氏は苦しくてそして命の危険が迫ってくるような心細さを覚えていると宮中のお使いが来た帝は昨日もお召しになった源氏をご覧になれなかったことでご心配をあそばされるのであった 佐大家の子息たちも訪問してきたが、そのうちの唐の中将にだけ、私の目のとの、この5月ごろから大病をしていましたものが、尼になったりなどしたものですから、その効き目でか一時よくなっていましたが、またこのごろ悪くなりまして、生前にもう一度だけ訪問をしてくれなどと言ってきているので、 小さい時から世話になった者に最後に恨めしく思わせるのは残酷だと思って訪問しましたところがその家の召使いの男が前から病気をしていて私のいるうちに亡くなったのです恐縮して私に隠して夜になってからそっと意外を外へ運び出したということを私は気がついたのです御所では神事に関した御用の多い時期ですから そうしたけがれに触れたものはご遠慮すべきであると思って謹慎をしているのです。それに今朝方からなんだか風にかかったのですか？頭痛がして苦しいものですから、こんな風で失礼します。などと源氏は言うのであった。中将は？では、そのように掃除をしておきましょう。 昨夜も音楽のありました時にご自身でお指図をなさいましてあちこちとあなたをお探させになったのですがおいでにならなかったのでご機嫌がよろしくありませんでした」と言って帰ろうとしたがまた帰ってきて「ねえどんな汚れにお会いになったのですかさっきから伺ったのはどうも本当とは思われない」と当の中将から言われた源氏はハッとした。 今お話ししたように細かにではなくただ思いがけぬ汚れに会いましたと申し上げてくださいこんなので今日は失礼します。そ知らず顔には言っていても心にはまた愛人の死が浮かんできて源氏は気分も非常に悪くなった誰の顔も見るのが物受かったお使いのクロードの弁を呼んで またこまごまと党の中上に語ったような雪ブレの事情を見かどえ取り継いでもらった。佐大神家の方へもそんなことで行かれぬという手紙がいったのである。日が暮れてからこれみつが来た。雪ブレの件を発表したので二条の院への来訪者は皆庭から取り継ぎをもって用事を申し入れて帰っていくので面倒な人は誰も現地の今にいなかった。 これみつを見て源氏は「どうだったダメだったか?」と言うと同時に袖を顔へ当てて泣いたこれみつも泣くなく言う「もう確かにお隠れになったのでございます」「いつまでお起きしてもよくないことでございますからそれにちょうど明日は葬式によい日でしたから」 式のことなどを私の尊敬する老僧がありまして、それとよく相談をして頼んでまいりました。一緒に行った女は、それがまたあまりに悲しがりまして、生きていられないというふうなので、今朝は谷へ飛び込むのでないかと心配されました。五条の家へ使いを出すというのですが、よく落ち着いてからにしなければいけないと申して、とにかく止めてまいりました。 これつの報告を聞いているうちに源氏は前よりも一層悲しくなった私も病気になったようで死ぬのじゃないかと思うと言ったそんなふうにまでお悲しみになるのでございますかよろしくございません皆運命でございますどうかして秘密のうちに処置をしたいと思いまして私も自身でどんなこともしているのでございますよ そうだ運命に違いない私もそう思うが軽率な恋愛あさりから人を死なせてしまったという責任を感じるのだ君の妹の少々の名舞などにも言うなよ天君なんかはまたいつもああいったふうのことをよくないよくないと小言に言う方だから聞かれては恥ずかしくてならない山の坊さんたちにもまるで話を変えてしてございます とこれみつが言うので源氏は安心したようである。主従がひそひそ話をしているのを見た女房などは「どうも不思議ですね。雪ぶれだと大いになって三代もなさらないしまた何か悲しいことがあるようにあんなふうに話していらっしゃる。ふに落ちぬらしく言っていた」「葬儀はあまり簡単な見苦しいものにしない方がよい。 と源氏がこれみつに言った。そうでもございません。これは大僧にいたしてよいことではございません。と否定してから、これみつが立っていこうとするのを見ると、急にまた源氏は悲しくなった。よくないことだとお前は思うだろうが、私はもう一度意外を見たいのだ。それをしないでは、いつまでも憂鬱が続くように思われるから、 馬ででも行こううと思うが。主人の望みをとんでもない軽率なことであると思いながらもこれみつは止めることができなかった「そんなにおぼしめすのなら仕方がございません。では早くいらっしゃいまして夜の更けぬうちにお帰りなさいませ」とこれみつは言った。 呂が通いの変装のために作らせた仮ぬに着替えなどして源氏は出かけたのである。病苦が朝よりも加わったことも分かっていて源氏は軽はずみにそうしたところへ出かけてそこでまたどんな危険が命を脅かすかもしれないやめた方がいいのではないかとも思ったがやはり死んだ夕顔に惹かれる心が強くて。

禅区のものの持つ松明の淡い明かりに鳥辺野の方が見えるというこんな不気味な景色にも源氏の恐怖心はもうまひしてしまっていたただ悲しみに胸がかき乱されたふうで目的地に着いたすごい気のするところであるそんなところに住まいの板屋があって横に御堂が続いているのである仏前の陶明の影がほのかにとからすいて見えた 部屋の中には一人の女の鳴き声がしてその部屋の外と思われるところでは僧の二三人が話しながら声を多く立てぬ念仏をしていた近くにある東山の寺寺の初夜の吻行も終わった頃で静かだった清水の方角にだけ火がたくさん見えて多くの参詣人の気配も聞かれるのである主人の天の息子の僧が 尊い声で経を読むのが聞こえてきた時に源氏は体中の涙がことごとく流れて出る気もした中へ入ってみると明かりをあちら向きに置いて意外との間に立てた屏風のこちらに右近は横になっていたどんなにわびしい気のすることだろうと源氏は同情してみた「意外はまだ恐ろしいという気のしないものであった」 美しい顔をしていて、まだ生きていた時の可憐さと少しも変わっていなかった。私にもう一度、せめて声だけでも聞かせてください。どんな前兆の縁だったか、わずかな間の関係であったが、私はあなたに傾倒した。それなのに、私をこの世に捨てておいて、こんな悲しい目をあなたは見せる。 もう鳴き声も惜しまずはばからぬ源氏だった僧たちも誰とは分からぬながら死者に立ちがたい愛着を持つらしい男の失言を見て皆涙をこぼした源氏はコンに「あなたは二条の家へ来なければならない」と言ったのであるが長い間 それは小さい時から片時もお離れしませんでお世話になりましたご主人ににわかにお別れいたしまして私は生きて帰ろうと思うところがございません奥様がどうおなりになったかということをどうほかの人に話ができましょう奥様をお亡くししましたほかに私はまた皆にどう言われるかということも悲しゅうございますこう言って右近は泣きやまない 私も奥様の煙と一緒にあの世へ参りとうございます。もっともだがしかし、人よとはこんなものだ。別れというものに悲しくないものはないのだ。どんなことがあっても寿命のある間には死ねないのだよ。気を静めて私を信頼してくれ。という源氏がまた。しかしそういう私も。 この悲しみでどうなってしまうかわからない。というのであるから心細い。もう明け方に近い頃だと思われます。早くお帰りにならなければいけません。これみつがこう促すので、源氏は帰り見ばかりがされて、胸も悲しみに塞がらせたまま帰途についた。梅雨の多い道に暑い朝霧が立っていて、 このままこの世でない国へ行くような寂しさが味わわれた。某院の寝屋にいたままの風で夕顔が寝ていたこと、その夜上にかけて寝た源氏自身の暮れの人へにまだまかれていたこと、などを持って、全体、あの人と自分はどんな前唱の因縁があったのであろうと、こんなことをみちみち源氏は思った。馬をはかばかしく漁して行ける風でもなかったから、 これみつが横に沿っていった鴨川邸に来てとうとう源氏は落馬したのである失神したふうで家の中でもないこんなところで自分は死ぬ運命なんだろう二条の院までは到底行けない気がする」と言ったこれ光の頭も混乱状態にならざるをえない 自分がしかとした人間だったらあんなことを源氏がお言いになっても軽率にこんな案内はしなかったはずだと思うと悲しかった川の水で手を洗って清水の観音を拝みながらもどんな処置をとるべきだろうと反問した源氏も強いて自分を励まして心の中で御仏を念じそしてこれ光たちの助けも借りて二条の院へ行き着いた を続いて不規則な時間の出入りを女房たちが「見苦しいことですね。近頃は平成よりもよくお忍びをなさる中でも昨日は大変お加減が悪いふうだったでしょう。そんなで終わりになってまたお出かけになったりなさるのですから困ったことですね。」。こんなふうに短足をしていた。 源氏自身が予言をした通りにそれきり床について患ったのである重いお題が23日続いたあとはまた甚だしい衰弱が見えた源氏の病気を聞こしめした帝も非常にご心痛遊ばされてあちらでもこちらでも寛断なく祈祷が行われた特別な神の祭り払い手法などである 何にも優れた源氏のような人はあるいは短命で終わるのではないかと言って一天下の人がこの病気に関心を持つようにさえなった病床にいながら源氏は右近を二条の院へ伴わせて部屋なども近いところへ与えて手元で使う女房の一人にしたこれみつは源氏の病の重いことに転倒するほどの心配をしながら じっとその気持ちを抑えてなじみのない女房たちの中へ入ったコンの頼りなさそうなのに同情してよく世話をしてやった源氏の病の少し楽に感じられる時などにはコンを呼び出して今のようなどをさせていたからコンはそのうち二条の院の生活に慣れてきた濃い色の喪服を着たコンは要望などはよくもないが 見苦しくも思われぬ若い女房の一人と見られた。運命があの人に授けた短い夫婦の縁から、その片割れの私ももう長くは生きていないのだろう。長い間頼りにしてきた主人に別れたお前がさぞ心細いだろうと思うと、せめて私に命があれば、あの人の代わりの世話をしたいと思ったこともあったが、私も。 あの人の後を追うらしいのでお前には気の毒だね。と他の者へは聞かせぬ声で言って弱々しく泣く源氏を見る右近は女主人に別れた悲しみは別として源氏にもしまたそんなことがあれば悲しいことだろうと思った二条の院の男女は誰も静かな心を失って主人の病を悲しんでいるのである。 御所のお使いは雨の足よりも茂く参入した。帝の御神通が非情なものであることを聞く源氏はもったいなくて、そのことによって病から脱しようと自ら励むようになった。左大臣も徹底的に世話をした。大臣自身が二条の委員を見舞わない日もないのである。そしていろいろな医療や祈祷をしたせいでか、 二十日ほど渋滞だった後に予病も起こらないで源氏の病気は次第に回復していくように見えた雪ぶれの遠慮の正紀の日数もこの日で終わる夜であったから源氏は愛いたくおぼしめす帝の御神中を指して御所の殿いどころにまで出かけた退出の時は左大臣が自身の車へ乗せて屋敷へ伴った 病後の人の謹慎の仕方なども大臣が厳しく監督したのであるこの世界でないところへ蘇生した人間のように当分源氏は思った9月の20日頃に源氏は全く回復して痩せるには痩せたがかえって縁な趣のそった源氏は今も思いをよくしてまたよく泣いた その様子に不信を抱く人もあって、もののけがついているのであろうとも言っていた。源氏は右近を呼び出して、暇な静かな日の夕方に話をして。今でも私には分からぬ。なぜ誰の娘であるということをどこまでも私に隠したのだろう。たとえどんな身分でも私があれほどの熱情で思っていたのだから。 打ち明けてくれていいわけだと思って恨めしかった。とも言った。そんなにどこまでも隠そうなどと遊ばすわけはございません。そうしたお話をなさいます機会がなかったのじゃございませんか。最初があんな風でございましたから、現実の関係のように思われないとお言いになって、それでも真面目な方ならいつまでもこの風で進んでいくものでもないから。 自分は一時的な対象にされているに過ぎないのだとお言いになっては寂しがっていらっしゃいました。コンがこう言うああつまらない隠し合いをしたものだ。私の本心ではそんなにまで隠そうとは思っていなかった。ああいった関係は私に経験のないことだったから、馬鹿に世間が怖かったのだ。御所のご注意もあるし、 その他いろろんなところに遠慮があってねちょっとした恋をしてもそれを大問題のように扱われるうるさい私があの夕顔の花の白かった日の夕方からむやみに私の心はあの人へ惹かれていくようになって無理な関係を作るようになったのもしばらくしかない二人の縁だったからだと思われるしかしまた恨めしくも思うよ こんなに短い縁よりないのならあれほどにも私の心を引いてくれなければよかったとね。まあ今でもよいから詳しく話してくれ何も隠す必要はなかろう。7日7日に仏像を描かせて寺へ納めても名を知らないではね。それを表に出さないでもせめて心の中で誰の菩提のためにと思いたいじゃないか。と源氏が言った。 お隠しなど決してしようとは思っておりません。ただ、ご自分のお口からお言いにならなかったことを、お隠れになってからおしゃべりするのはすまないような気がしただけでございます。ご両親はずっと前にお亡くなりになったのでございます。殿様は三味中将でいらっしゃいました。非常に可愛がっていらっしゃいまして、それにつけてもご自身の不遇をもどかしくおぼしめしたでしょうが、 その上寿命にも恵まれていらっしゃいませんで、お若くてお亡くなりになりました後で、ちょっとしたことが初めで、当の中将がまだ少々でいらっしゃった頃に通っておいでになるようになったのでございます。三年間ほどはご愛情があるふうでご関係が続いていましたが、昨年の秋頃に、あの方の奥様のお父様の右大臣のところから脅すようなことを言ってまいりましたのを、 気の弱い方でございましたから、むやみに恐ろしがっておしまいになりまして、西の右京の方に奥様の目の戸が住んでおりました家へ隠れて行っていらっしゃいましたが、その家もかなりひどい家でございましたからお困りになって、郊外へ移ろうとお思いになりましたが、今年は方角が悪いので、方角よけにあの五条の小さい家へ行っておいでになりましたことから、 あなた様がおいでになるようなことになりまして、あの家があの家でございますから、わびしがっておいでになったようでございます。普通の人とはまるで違うほどち気で、物思いをしていると人から見られるだけでも恥ずかしくでならないようにお思いになりまして、どんな苦しいことも寂しいことも心におさめていらっしゃったようでございます。のこの話で、 源氏は自身の想像が当たったことで満足ができたとともに、その優しい人がますます恋しく思われた。小さい子を一人行方不明にしたと言って、中将が憂鬱になっていたが、そんな小さい人があったのか。と問うてみた。さようでございます。おととしの春お生まれになりました。お嬢様で、 とてもおかわいらしい方でございます。で、その子はどこにいるの人には私が引き取ったと知らせないようにして私にその子をくれないか肩身も何もなくて寂しくばかり思われるのだからそれが実現できたらいいね源氏はこう言ってまた「当の中将にもいずれは話をするが あの人をああしたところで死なせてしまったのが私だから、当分は恨みを言われるのがつらい。私のいとこの中将の子である点から言っても、私の恋人だった人の子である点から言っても、私の養女にして育てていいわけだから、その西の京の目のとにも何か他のことにして、お嬢さんを私のところへ連れてきてくれないか。そうなりましたらどんなに結構なことでございましょう。 あの西の京でお育ちになってはあまりにお気の毒でございます。私ども若い者ばかりでしたから、行き届いたお世話ができないということで、八へお預けになったのでございます。とウコンは言っていた。静かな夕方の空の色も身にしむ9月だった。庭の植え込みの草などが裏がれて、 もう虫の声もかすかにしかしなかったそしてもう少しずつ紅葉の色づいた絵のような景色をコンは眺めながら思いもよらぬ貴族の家の女房になっていることを感じた五条の夕顔の花の咲きかかった家は思い出すだけでも恥ずかしいのである竹の中で家鳩という鳥が調子外れに鳴くのを聞いて源氏は あのボーイ院でこの鳥の鳴いた時に夕顔の怖がった顔が今も可憐に思い出されてならない。年はいくつだったのなんだか普通の若い人よりもずっと若いようなふうに見えたのも短命の人だったからだね。確か十9におなりになったのでございましょう。私は奥様のもう一人の方の目のとの忘れがたみでございましたので、 三味様がかわいがってくださいましてお嬢様と一緒に育ててくださいましたものでございますそんなことを思いますとあの方のお亡くなりになりましたあとで平気でよくも生きているものだと恥ずかしくなるのでございます弱々しいあの方をただ一人の頼りになるご主人と思ってコンは参りました弱々しい女が私は一番好きだ 自分が賢くないせいか、あまり聡明で人の感情に動かされないような女は嫌なものだ。どうかすれば人の誘惑にもかかりそうな人でありながら、さすがにつつましくて恋人になった男に全生命を任せているというような人が私は好きで、おとなしいそうした人を自分の思うように教えて成長させていければよいと思う。源氏がこう言う言と そのお好みには遠いように思われませんかたのお隠れになったことが残念で」とウコンは言いながら泣いていた空は曇って冷ややかな風が通っていた寂しそうに見えた源氏は「シヒ人の煙を雲と眺めれば夕べの空もむつまじきかな」と独り言のように言っていても 返しの歌は言い出されないで、右近はこんな時に二人そろっておいでになったらという思いで胸の詰まる気がした。源氏はうるさかった絹田の音を思い出してもその夜が恋しくて、8月9月まさに長きよ、先生万世やむ時なしと歌っていた。今も伊予之助の家の小君は、 時々源氏のところへ行ったが以前のように源氏から手紙を託されてくるようなことがなかった自分の冷淡さに懲りておしまいになったのかと思ってうつせみは心苦しかったが源氏の病気をしていることを聞いた時にはさすがに嘆かれたそれに夫の人獄へ伴われる日が近づいてくるのも心細くて 自分を忘れておしまいになったかと試みる気で、このごろのご様子を承り、お暗じ申し上げてはおりますが、それを私がどうしてお知らせすることができましょう。とアぬおも、などかととわでほどふるに、いかばかりかは思い乱れる。苦しかるらん君よりも、我ぞ増田の生けるいなき、という歌が思われます。 こんな手紙を書いた。思いがけぬあちらからの手紙を見て源氏は珍しくも嬉しくも思ったこの人を思う熱情も決して冷めていたのではないのである生きがいがないとは誰が言いたい言葉でしょううつせみの世は浮き者と尻にしようまた事の葉にかかる命よ 儚いことです病後の震えの見える手で乱れ書きをした消息は美しかったセミの抜け殻が忘れずに歌われてあるのを女は気の毒にも思い嬉しくも思えたこんな風に手紙などでは好意を見せながらもこれより深い交渉に進もうという意思はうつせになかった 理解のある優しい女であったという思い出だけは源氏の心にとどめておきたいと願っているのであるもう一人の女はクロード少々と結婚したという噂を源氏は聞いた「それはおかしい処女でない新妻を少々はどう思うだろうと」とその夫に同情もされたし またあのうつせみのまま娘はどんな気持ちでいるのだろうとそれも知りたさに小気味を使いにして手紙を送った「死ぬほど反問している私の心はわかりますかほのかにも軒場の奥義を結ばずばつゆのかごとを何にかけまし」「その手紙を枝の長い奥義につけてそっと見せるように」とは言ったが 源氏の内心では粗相して少々に見つかった時妻の以前の常人の自分であることを知ったらその人の気持ちは慰められるであろうという高ぶった考えもあったしかし小君は少々の来ていない暇を見て手紙の沿った小の枝を女に見せたのである恨めしい人ではあるが自分を思い出して常人らしい手紙を送ってきた点では 憎くも女は思わなかった悪い歌でも早いのが取りえであろうと書いて小気味に返事を渡したほのめかす風につけても下おぎの半ばは霜に結ぼほれつつ下手であるのおしゃれた書き方で紛らしてある字の品の悪いものだった火の前にいた夜の顔も連想されるのである碁番を中にして 慎み深く向かい合った方の人の死体にはどんなに悪い顔立ちであるにもせよそれによって男の恋の源じるものでないよさがあった一方は何の深みもなく自身の若い要望に誇った風だったと源氏は思い出してやはりそれにも心のひかれるのを覚えたまだ軒端の扇との成績は清算されたものではなさそうである 源氏は夕顔の四十九日の法要をそっと永山の法華堂で行わせることにしたそれはかなり大層なもので上流の家の法尉としてあるべきものは皆用意させたのである寺を納める故人の服も新調したし寄進のものも多かった諸者の教官にも新しい仏像の装飾にも費用は惜しまれてなかった 光の兄のアジャリは人格者だといわれているそうでその人が皆引き受けてしたのである源氏の私文の死をしている親しい某文條博士を呼んで源氏は故人を仏に頼む願文を書かせた普通の例と違って個人の名は表さずに死んだ愛人を阿弥陀仏にお託しするという意味を愛のこもった文章で下書きをして源氏は見せた このままで結構でございます。これに筆を入れるところはございません。博士はこう言った。劇場は抑えているがやはり源氏の目からは涙がこぼれ落ちて耐え難いように見えた。その博士はなんという人なのだろう。 そんな方のお亡くなりになったことなど話も聞かないほどの人だのに源氏の君があんなに悲しまれるほど愛されていた人というのはよほど運のいい人だ」と後に言った作らせた個人の衣装を源氏は取り寄せて袴の腰に「泣く泣くも今日は我が言う下紐をいずれの世にか溶けてみるべき」と書いた 四十九日の間はなおこの世界にさまよっているという霊魂は支配者によって未来のどの道へ赴かせられるのであろうとこんなことをいろいろと想像しながら般若心経の唱苦を唱えることばかりを源氏はしていた当の中将に会うといつも胸騒ぎがしてあの故人がなでしこに例えたという子どもの近頃の様子などを知らせてやりたく思ったが 恋人を死なせた恨みを聞くのがつらくて打ち入れにくかったあの五条の家では女主人の行方が知れないのを探す方法もなかった右近までもそれきり頼りをしてこないことを不思議に思いながら絶えず心配をしていた確かなことではないが通ってくる人は源氏の君ではないかと言われていたことからこれみつに何らかの消息を得ようともしたが 全く知らぬふうで続いて今も女房のところへ恋の手紙が送られるのであったから人々は絶望を感じて主人を奪われたことを夢のようにばかり思ったあるいは地方官の息子などの公職男が当の中将を恐れて身の上を隠したままで父の認知へでも伴っていってしまったのではないかとついにはこんな想像をするようになった。 この家の持ち主は西の京ののとの娘だったのとの娘は3人で右近だけが他人であったから頼りを聞かせる親切がないのだと恨んでそして皆夫人を恋しがった右近の方では夫人を頓死させた責任者のように言われるのをつらくも思っていたし 源氏も今になって個人の常人が自分であった秘密を人に知らせたくないと思うふうであったからそんなことで小さいお嬢さんの消息も聞けないままになって不本意な月日が両方の間に立っていた源氏はせめて夢にでも夕顔を見たいと長く願っていたが比叡で法事をした次の晩ほのかではあったが やははりその人のいた源氏が枕元に座った姿を見た女もそこに沿った夢を見たこのことで荒廃した家などに住むあやかしが美しい源氏に恋をしたがために愛人を取り殺したのであると不思議が解決されたのである源氏は自身も随分危険だったことを知って恐ろしかった の助が10月の初めに四国へ立つことになった彩君を連れて行くことになっていたから普通の場合よりも多くの選別品が源氏から送られたまたその他にも秘密な贈り物があったついでにうつせみの抜け殻といった夏の薄物も返してやる会うまでの形見ばかりと見しほどにひたすら袖の口にけるかな ごまごましい手紙の内容は省略する贈り物の使いは返ってしまったがその後でうつせみは小気味を使いにして小内木の変化だけをした「蝉の羽も立ち返って蹴る夏ごろも返すを見ても根はなかりけり」源氏はうつせみを思うと 普通の女性の取りえない態度を取り続けた女ともこれで別れてしまうのだと嘆かれて運命の冷たさというようなものが感じられた今日から冬の木に入る日はいかにもそれらしくしぐれがこぼれたりして空の色も身にしんだ終日源氏は物思いをしていて杉西も今日わかるるも二道に 行方知らぬ秋の暮れかな」などと思っていた秘密な恋をする者の,の苦しさが源氏に分かったであろうと思われるこうした「うつせみ」とか「夕顔」とかいうような華やかでない女と源氏のした恋の話は源氏自身が非常に隠していたことがあるからと思って最初は書かなかったのであるが 帝王の子だからといってその恋人までが皆完全に近い女性でいいことばかりが書かれているではないかと言って佳作したもののように言う人があったからこれらを補って書いたなんだか源氏にすまない気がする。